サザエさんのちょっとおかしなところをね、見ていこうと思います。まずはこちらですね。カツオがね、東京スカイツリーと言っているんですが、まあこれ何がおかしいかというとですね、サザエさんね、時代設定がおそらくね、昭和のはずなんですが、このカツオくんがね、ゴリゴリに平成に作られた東京スカイツリーについて喋っているんですね。まあこういうね、おかしいところを見ていこうかなと思います。こちらもそうですね。あ、東京スカイツリーということで、昭和の少年カツオくんがね、なぜかデジカメでスカイツリーをね、撮影しようとしている。ちょっとね、時空が歪んでますね、こちら。次はこちらですね。早川さんが万国博覧会の記念硬貨やと言っているんですが、この硬貨が昭和45年の大阪万博の記念硬貨だそうなんですが、まあこのサザエさんの年代で言ったら大阪万博、あ、時代に合ってると思うんですが、次にですね、香織ちゃんが私たちが生まれるずっと前に開かれた万博ねと言っていて、もう時代がね、合ってると思いきや、大阪万博もね、香織ちゃんたちが生まれるずっと前に開かれた万博だそうで、ちょっとね、これはおかしい発言なんですが、さらににですね、もっとおかしいのが出てきました。それがこちらですね。昭和45年大阪万国博覧会ということで、カツオくん一家がね、この昭和45年の大阪万博行ってるんですね。行ってるのに、かおりちゃんからすると私たちが生まれるずっと前に開かれた万博だそうで、もうこれはね、かなり時空が歪んでるというか、サザエさんの矛盾の中でもかなりのね、矛盾だとね思います。こちらもう行っちゃってますからね、大阪万博。次こちらですね。これもね、花沢さんが、はい、前の東京オリンピックの記念硬貨と言っているんですが、カツオくんがね、50年以上も前のと聞き返しているんですね。で、前回の東京オリンピックね、1964年、つまり昭和39年に開催されたんですね、東京オリンピック。で、大阪万博ね、カツオくん行ってるんで、そんな50年もね、経ってないと思うんですが、東京オリンピックから。カツオくんが言うには、東京オリンピックは50年以上も前に開催されたそうです。こちらもね、時空がね、歪んじゃってますね。さらにこちらですね。波平がね、2020年と言って、カツオくんが東京オリンピックと言っているんですね。もうこれもね、もうカツオくんがもはや、いつの時代を生きているのかわからなくするような発言ですね。もうカツオくんは昭和45年の大阪万博にね、行ったんですが、同じ年に2020年東京オリンピックも今開かれようとしているんですね。もうカツオくんがね、羨ましいです。いろんなイベントを経験できて。次こちらですね。商店街のくじ引きですかね、の景品に最新家電がね、置かれているんですね。もう液晶テレビだったり、まあもうね、この程度の時空の歪みならね、気にしないですね、もはや。他にもこちらですね。波平がヒゲ剃りを見ているんですが、この電動シェーバーがね、並んでる。それもあの3つにね、なんか分かれてる最新のやつが並んでるんですね。もう家電製品もちょっとね、時空を超越してしまっているんですね。こういう風にですね、サザエさん、時代の歪み、時空のね、歪みが発生しているんですが、他にもね、なんかおかしいぞというところがあるらしくて、それがこちらですね。一見ね、普通のマスオさんたちに見えるんですが、このね、車のシートベルトがね、長すぎるというね、どこからシートベルト着てるんだという、まあ、作画崩壊的なおかしさですね、こちら。次もこちらのマスオさんですね。お弁当にね、ハートマークがあって、すごく幸せそうなマスオさんなんですが、このお弁当をね、もうちゃんと見たらね、おかずが一切ないんですね。白飯になんかハートのかまぼこか何かですかね。もうこんなね、超手抜きのお弁当でマスオさんは、もう納得する。こんなに喜んでくれる。もう怒ってもいいレベルなのに、最高のね、夫ですね、マスオさん。次はこちらですね。アナゴさんの上司ですかね、なんですが、ナミヘイのね、クローンですね。アナゴさんの上司的存在の人は、ナミヘイのクローンです。次はこちらですね。堀川くんとね、カツオくんが電話しているんですが、僕の赤い糸はお兄さんと結ばれているのかもしれません。じゃあ、白い糸ですねと。わけのわからないね。かなり意味深かもしれないね。白い糸発言をね、しております。カツオくんもね、うーともだえているんですが、この白い糸、一体何を意味しているんでしょうかね。次こちらですね。大人はじゃんけんなんかしないもんだよとカツオくん言ってるんですが、はい、もうサザエさん毎週ね、じゃんけんをしております。はい、このようにですね、サザエさん、時々ね、時空を超越したり、おかしな発言もするんですが、まあ、それも含めてすべてね、サザエさんの魅力、国民的アニメの魅力だと思いますね。もうぜひサザエさんたちにはね、来年の2020年東京オリンピックの次にね、また日本でオリンピックが開かれる時も、元気にね、過ごしていてほしいなと思います。以上です。